今日はですね、練習不要、意識するだけで3点あなたの画力が上がりますよというお話をしたいと思います。で、練習不要っていうのはどういうことかっていうと、そういう意識を持つだけで多分3点ぐらいは、画力が現在50点以下かなっていう人だと3点ぐらい上積みされると思います。で、70点以上の画力を持っている人だと多分こういうことは理解してるんじゃないかなって思います。で、何のことかっていうと、眼球の描き方、眼球っていうか目の描き方ですよね。で、ご存知の通り眼球ってこう丸、これはもちろんキャラクター性であったりデザインによって若干の違いはあるんですけども、大まかな考え方、こう目ん玉で、そこに瞳で、こう顔の切れ目が、顔っていうか目の切れ目ですね、こういう風な感じで入って、はい、目の出来上がりってなりますよね。で、ハイライトはここ、まあこっちでもいいですけど、ハイライトがこの玉の表面に入って、僕なんか学生時代だと、瞳孔っていうこの黒い点がこの目ん玉の真ん中にあるんですけども、それはこの眼球の表面に沿って描くのが良しとされてました。でもある時からそうじゃなくて、ここはレンズ上の透明なところなんで、奥まったところ、こういう風な感じに描いた方が立体感出ますよねっていう風な考え方になってきて、現在はどっちかっていうとやっぱりそっちかなって、デフォルメ具合によって変わりますけども、だいたいこういう眼球はこういう角度の場合、瞳の奥側に書いてあるケースがほとんどだと思います。というのが、まあ、眼球の説明でして、で、ここからが本日のメインイベント、眉と目で作る立体感というお話です。で、どういう意識を持ってほしいかっていうと、まあ、正面から見た絵、眉毛がこうあります。で、目ん玉こういう風にあります。で、瞳がこう入る、まあ、これが、まあ、あるキャラクター表面、正面から見たところだとします。で、このキャラクターを斜めにしたり横にしたりするわけですね、今から。はい、まず横向きにすると眉毛は短くなります。で、目玉はこう三角形に近くなりますね。ここにこう目玉がある感じですね。で、こう瞳は縦長、瞳孔はもう線のようになって、ハイライトがちょこんと入る。で、まあこれ輪郭ね。なんで、この正面の時よりもここの距離感、眉頭と目頭の距離を長めに取ってほしいんですよね。ここを長めに取ることで、この人の彫りの深さっていうのが表現できます。で、まあ顔の煽りとか俯瞰っていう言い方があるんですけども、まあアニメによくある煽りですね、下からカメラで撮ったような絵の時がどういう風になるか、はい、ちょっと斜めで描きますね。眉毛がこんな感じで、この時目がこういう感じ、こういう感じ、ここの距離を取ってほしいんですよ、下から見た時は。こういう感じで、で、ここから鼻が来るので、こっち側の奥の方の目っていうのが鼻に隠れる感じ。こうすることで彫りの深さと、あと、彫りの深さやね、ここの距離感を出すことで顔の立体感っていうのが表現できますよっていう感じです。で、これとは逆に上から撮った絵だとどうなるかっていうと、全くさっきの逆、眉毛があっ
で眉毛に目が隠れる感じで、下は丸く、こういう感じですね。でこうすることで、まあ隠れるのは一緒かな、こっち側に隠れることで、こう上から見てるような感じが出るっていうか、出てほしい。もちろんここら辺は表情によって、怒ってるのか笑ってるのか泣いてるのかで、目と眉の距離感っていうのは変わるんで、その時々でまあ微調整は必要ですけども、基本的な考え方としてはこんな感じですね。でこれに関しては次の講座で、やります。顔の立体感、顔を正面から真後ろまでぐるっと回すような感じで描いていきますん でそれで合わせてこれをプラスすると、もう顔の立体感はバッチリっていう風になりますんで、そちらの講座もぜひ見ていただければと思います。さて、今ちょっと鉛筆を削ってきました。あのね、6B でないとなかなか出ないんで、カメラの方にうまくね。で、6B だとすぐ丸くなるんですよね。で、なんで今回その第1回目が目と眉かっつったら、やっぱり目と眉だとギリギリ1枚のイラストとして成立する気がするんですよね。手とか足の先だと、まあ一部の性癖を持った人はいいかもしれないけど、まあ一般的に言うとなかなか絵としては成立しづらいんで、やっぱり目がうまく描けると自分自身もテンションが上がるし、まあ、そういうところを取っかかりに練習しないと、あんまりにもこうなんていうの、絵の練習が辛すぎるっていうか、なんでこう自分が楽しく描けるようにするためには、そういう楽しめるパーツから練習するのがいいのかななんて思って、まず1回目は目。でも実際にはこう絵ってやっぱりいろんなところを練習しないとうまくならないんですよね。だから絵ってやっぱりすぐにはうまくならないんですよ。時間かけていろんなことを覚えていかなきゃいけないんで。なんで目だけにとどまらず、最終的には目から顔で、顔が描けるようになったら上半身が描けるようになったら、まあ全身のポーズから手足それぞれの個別のパーツまで描かなきゃいけないんで、ただ最初にそういういきなりなんていうの、人体デッサンみたいなのをやると、もうほとんどの人が挫折してしまうと思うんで、まあほとんどの人が楽しく描けるであろう目と眉っていうところから話入りました。まあ、そんなこと言ってる間になんとなく目の形が取れてきて、これが一枚の絵として成立するようであれば、まあこっから練習した意味もあるのかなって思います。なんでこの後、一緒に挙げております顔の立体感講座と生き生きしたポーズを描くための講座っていうのも同時に見ていただけるとなんとなくいいのかなって。で、まあこの後多分最終的にはこうパース、背景描くためのパースであったり、あるいは、指、主に手の指、足の指はそんなに描くことないかもしれへんけど、の描き方っていうか、まあ僕もそんなに上手に描けるわけではないけども、でも少しはそういう、こういう風に描いたらそれっぽく簡単に見えるよっていうことはなんとなく分かってるんで、濃いなこれ、まあ、こういう感じで、目のイラスト描いてみました。なんで、ぜひともチャンネル登録していただいて、そこら辺の講座も同時に見ていただけると嬉しいなって思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。で、じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。